はい、どうも、ホソピーです。さて、本日はですね、こちらにありますね。はい、新型の iPad Air ということで、M2 チップを搭載した11インチの iPad Air のブルーということで、まあ、色味はこんな感じになっております。なかなかね、見栄えのするカラーリングになっておりますけれども、まあ、11インチサイズということでですね、ベッドでね、寝転がって使ってみたりだとか、まあ、持ち運んで使ったりとか、いろいろな用途で使っていくことができると思いますけれども、まあ、アクセサリーをですね、どういう風に組み合わせていくのかっていうところも、まあ、非常に悩ましいところだと思います。まあ、本日はですね、アクセサリー4選ね、紹介していきたいと思いますので、まあ、ご自身に合うものをね、チョイスして使っていっていただければいいんじゃないかなと思います。ということで本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということで、まあ、本日はですね、ESR のね、アクセサリー紹介していくわけですけれども、まず一つ目がですね、まあ、シフトシリーズの、まあ、ケースということで、ここにあります。で、まあ、このケースの特徴としてはですね、まあ、こんな感じで、はい、セパレート式になっております。まあ、スタンドの部分と、あとはこちらはですね、取り外し可能な磁気背面ケースということで、まずはですね、この磁気背面ケース、これをね、装着していきたいと思います。まあ、ブラックカラーということでですね、まあ、どんなカラーの iPad を選んだとしてもですね、まあ、合うのかなと思います。はい、こんな感じで、まあ、簡単に装着をすることができます。まあ、背面はね、こんな感じになっているわけですけれども、まあ、磁気背面ケースということなので、まあ、磁石でねくっつく仕組みになっているわけですね。で、特徴としてはですね、ここの背面にあるねデュアルサポートブラケットということで、まあ、この下側の部分がですね、はい、こんな感じで動きます。そして上の部分も動きます。はい、こんな感じでですね、まあ、ストッパーがこの背面にありますので、まあ、それで角度を調節していくっていう仕組みになるわけですけれども、まずは、まあ、下部の部分のこのブラケットを、まあ、このようにですね、まあ、2番目に合わせてみましょうかね。はい。で、この磁気背面ケースはここにくっつけます。はい。こんな感じで装着をすると、ちょっと浅めの角度で動画を見たりとかっていうのができるわけですね。で、一番浅い角度っていうのも、まあ、このように出すことができるわけですね。で、ここがですね、このように、はい、6段階の角度調節ができるわけで、まあ、最も浅い角度だと、まあ、このぐらいですかね。はい。まあ、こういったですね、浅い角度で動画を見たいなっていう方もいらっしゃると思いますので、そういう使い方にも対応しているというわけですね。で、もう一つ、デュアルサポートブラケットですから、この上側の部分、ここちょっと浅いんですけれども、ここを倒していただくと、まあこれはですね、この上3個の部分ですね、ここを使っていくわけですけれども、はい、このようにですね、まあ浅い角度で使っていくことができるわけですけれども、まあこの状態で使うときに想像するものって何かっていうと、そうですね、ペンで書いたりっていう、まあお絵描きだとかメモとかね、あとはまあウェブ閲覧とかも、まあこういう浅い角度でちょっと使いたいなと、まあどちらかというと、まあほぼ寝てる状態に近い状態にしてですね、使っていきたいっていう場合もありますので、まあこういう角度を出すことができるわけですね。で、さらにまあ3段階ねありますからね、もうちょっと起こしたいなっていう場合には、まあこういうふうに調節することができるということで、デュアルサポートブラケットでさらにこう調整できますから、全部で9つの、まあ、安定した角度で使っていくことができるっていうのが、まあ、非常に大きなポイントということになっております。で、まあ、実はですね、これさらに、私驚いたのがありましてですね、まあ、このように、まあ、動画を見ますよと、ね、使っていくわけですけれども、これね、まあ、取り外しますよね。はい。で、これね、縦にもくっつくんですよ。こうやってですね、まあ今流行りの、まあショート動画とかね、縦で閲覧したいものっていうのも当然出てくるわけですけれども、まあこの状態で使っていくことができるということになってます。まあこの状態でね、ちょっと YouTube 見ようかなとかね、まあこういうふうに閲覧していくことができるわけですね。で、さらにもう一個ですよ。これですね、まあこの横でまあ見るっていうのはありますよね。で、それをね、見てください。これ高さを出せるんですよ。このように、まあ、高さを出して動画を視聴するっていうこともできるわけですね。まあ、やっぱりこう低いとね、姿勢が悪くなってしまって、まあ、腰を痛めたりっていうのもありますけれども、この高さを出すと、普通に今机の前に座っているわけですけれども、結構ね、
やっぱ映画視聴とかじっくりですね、iPad のこの大画面でコンテンツを楽しんでいきたいよっていう時には、まあ、このモードは非常におすすめになっております。で、気になる重量なんですが、まあ、やっぱりね、しっかりしたケースなので、それなりに、重たいわけですけれども、こちらですね、スタンド部分が 333g ということになってます。で、磁気背面ケースに関しては、まあ、こちらですね、146g ということになってますので、まあ、両方合わせるとですね、まあ、470g、480g ぐらいですかね。まあ、これぐらいの重さになりますけれども、まあ、結構ですね、クリエイティブにも、まあ、エンタメ向けというところにおいても、両方ともですね、まあ、この一つのケースを用意することでですね、まあ、楽しんでいくことができるということになってますので、まあ、これはね、かなりね、おすすめのケースかなというふうに思います。最初にね、まあ、これ用意しておくと便利だなというところですね。で、最後にこの質感をですね、ちょっと見ていただきたいんですが、まあ、今流行りのやっぱビーガンレザーですかね、革のようなですね、手触りということで、まあ、指紋とかもね、まあ、抑えられてます。ベタベタくっつくようなタイプではありません。レザー調のまあ肌触りっていうね、まあ、こういうケースになってます。まあ、何気にね、ここペンがね、このように収納できるというところも用意されていたりだとか、で、あとはですね、この、まあ、上部の部分ですね、まあ、このようにアップルペンシルを置いたりっていうのはまあ想定されてますので、まあ、これもですね、実はアップルペンシルではないんですけれども、後ほどまた紹介したいと思いますけれども、まあ、まず一つ目はですね、まあ、シフトマグネットケースということになっております。はい、では次二つ目なんですけれども、まあ、これはですね、はい、ガラスフィルムですね。まあ、これ定番中の定番ですね。やっぱりですね、まあ、エンタメコンテンツの消費というところで楽しんでいきたいよっていうふうに思ってる方も、前面の保護ってやっぱ大事ですよね。しっかりですね、まあ、顔に落としてしまうとか、まあ、ベッド上でこうベッドからゴロゴロンって落ちてしまうとかね、そういった時にですね、割れてしまうとか、そういったところを防止する、まあ、あとはですね、日常のひっかき傷とか、そういったところを防止するというところにおいては、まあ、こういったですね、ガラスフィルムの存在っていうのはかなり大きいのかなと思います。で、こちらはですね、まあ、かなり強化されているアーモライト画面保護フィルムということになってますけれども、まあ、簡単に貼り付けができてですね、なおかつ軍事保護規格に準拠しているっていう非常にね、まあ、強度も強いということになっております。それが特徴のケースになるわけですけれども、まあ、実際にですねパパッとちょっと貼っていきたいと思います。まあ、こんな感じでですね、まあ、箱に収まっているんですけれども、まあ、これをですねまずちょっと外していただいて、ガラスフィルムに関しましては、まあ、予備のものが入ってます。2枚入りになってますね。で、まあ、このようなですね、クリーニングキットとかも、まあ、2つずつ入っておりますので、まあ、このあたりをですね、まあ、取り出した上で、ディスプレイをね、しっかり綺麗にした上で、まあ、貼るっていう作業を実施していきたいと思います。はい、ではこれから貼っていきたいと思うんですが、まあ、ピカピカにですね、まずディスプレイ部分をですね、まあ、磨いた上で、これをですね、ここの箱に、セットをしていくわけですけれども、まあ、この状態でですね、もうこの2番目のフィルムを剥がすという作業に入っていきますので、まあ、これ剥がしていきますよ。はい、背面のフィルムを剥がした後に、まあ、このようにですね、ピタッとくっつけるだけで、あとは、まあ、貼れていけます、ということですね。で、最後に、この2って書いてありますよね。この表面のフィルムを、まあ、剥がすという作業をしていきます。はい。これで、あとは、まあ、気泡をね、抜く作業をするんですけれども、ずれなく、これで貼ることができましたので、まあ、気泡を抜く作業、これからね、やっていきたいと思います。はい、ということで、気泡も抜けてですね、バッチリね、貼ることができました。まあ、あっという間に貼れてですね、まあ、これだけまっすぐ貼れる、まあ、貼りミスもないっていうところでですね、頑丈なガラスフィルムね、探してる方はですね、まあ、こういったものもね、いいんじゃないかなと思います。で、見ての通り、まあ、ディスプレイとかね、まあ、視認性が悪くなったとかね、そんなことも全くありません。透明度もね、めちゃくちゃいいですので、まあ、こういったね、ガラスフィルムを貼ってですね、まあ、ガードしていきたいなっていう方はですね、まあ、チェックしていただけるといいのかなと思います。まあ、こちらの商品もね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。はい、では次3つ目いきましょう。3つ目はですね、ペーパーフィール磁気保護フィルムということでですね、まあ、フィルムは今紹介したところなんですけれども、まあ、ペンを使ってちょっとクリエイティブにね、
まあ、いろいろとこうメモを取っていきたいとか、絵を描いてみたいとか、まあ、そういうふうに考えている方はですね、まあ、ガラスに描くとね、まあ、結構ね、滑ってしまったり、描き心地というところに関しては、紙に描くよりかは、まあ、ペン先がですね、滑りやすくなってしまうわけですよね。まあ、そんな時に使うのが、このペーパーフィール磁気保護フィルムなんですけれども、まあ、これ、まあ、特徴としてはですね、何回でも、ま、貼り直しが効くっていうところですね。で、これですね、まあ、このようにシールを、ま、剥がしますよね。はい。これだけで磁気保護フィルムを使っていくことができるわけですけれども、はい。ここに合わせて、ペタッとね。はい。このようにね、貼ることができました。で、先ほどガラスフィルム貼ったのに、重ね付けして大丈夫だのっていうところなんですけれども、厚さ 0.33 ミリ以下の強化ガラス製の、まあ、保護フィルムとの、まあ、互換性があるっていうね、こういう特徴もありますので、まあ、この状態でですね、まあ、書いていくっていうことができるわけですね。ではですね、まあ、このままですね、ちょっとね、書いてみたいと思うんですけれども、はい。まあ、置いた状態で、ペンを動かす。まあ、これ、ちょっとやってみたいと思います。うん。まあ、貼ってない時よりかは、まあ、はるかにね、ザラザラ感が出てきますので、まあ、紙に書くっていう感覚まではいかないまでも、ある程度やっぱ抵抗ができることによって、ペン先を精密に動かすことができるのかなと思いますね。では、メモをですね、まあ、例えば、まあ、こんな感じで、まあ、簡易的にメモしたいよっていう時ってありますよね。まあ、これでちょっと書いてみたいと思いますけれども、だいぶ書きやすい。かなりね、紙に近い。うん。いいですね。はい。というところで、まあ、これもね、ちょっとね、こういうペーパーライクフィルムって、今、わかります？曇るんですよね。ディスプレイが、まあ、アンチグレア仕様に、まあ、なりがちなんですよ。で、これがやっぱり嫌だなと、ずっとこの状態で使うの嫌だなっていう方は、まあ、こういったですね、まあ、脱着が可能と。はい。こんな感じで、まあ、取り外して、またですね、このフィルムを、ここにしまっておくと。まあ、こういうことでね、まあ、汚れも防止することができますし、また移動先でね、使いたいなっていう瞬間があれば、下敷きを出すような感じでですね、ペーパーフィル、磁気保護フィルムを使っての、まあ、メモとか、そういったところをね、使っていくことができるのかなと思いますので、まあ、こちらも気になった方はですね、概要欄の方にね、リンク貼っておきますから、そちらからチェックしてみてください。はい、では最後4つ目なんですけれども、まあ、ちょくちょく登場してきました、こちらのペンですね。これ実は ESR のペンです。はい。アップルペンシルではないけれども、ものすごく純正のアップルペンシルにほぼそっくりというところで、これデジタルペンシルプロということで、ESR のペンになってますね。で、充電方法が2種類あるわけですけれども、一つはですね、まあ、ここわかりますかね。USB-C のね、ポートがありますので、これ付属のですね、ケーブルを挿してですね、充電することができるわけですけれども、30分でね、急速充電ができるっていうところで、まあ、有線の充電にも対応しておりますし、あとはですね、マグネット吸着式のワイヤレス充電ですね。まあ、2つの方法での充電に対応しているというところなんですが、M2 のこの iPad Air はですね、どうやらこの置いて充電、マグネットの吸着充電っていうところには対応してなさそうですね。で、これ、まあ今見ての通りですね、こんな感じで、ちゃんとですね、Apple Pencil のようにアクセサリーのところでペンがね、認識しております。ペン認識してて 59% 見えますよね。ただ充電のマークがですね、つかないんですよ。この状態でね。で、電源のオンオフとかペアリングっていうところ、まあ本当に基本的なところなんですけれども、これに関しては、もうね、設定の Bluetooth、まあそこからですね、簡単に接続することができました。で、電源のオンオフはここの、シャーペンのようにですね、ここを押すと、長押しです。長押しすると、今、電源が消えた状態です。この状態だと、はい、ペン認識しないんですけれども、まあ、ここを長押しをして、あ、すぐにね、はい、青く光りましたね。これで電源オン。で、これでペンが認識するっていう、こういう状態です。で、なおかつ、ショートカットキーというところで、まあ、このペンをね、カチカチ押す、シャーペンのですね、まあ、この芯を押すところのように、ここがショートカットキーに実はなっているわけですね。で、まあ、例えばですね、まあ、YouTube を見ていて、まあ、ここを押します。
はい、見てください。ワンクリックするとですね、まあ、ホームに戻るっていうところがですね、まあ、ショートカットキーの役割というところで、まあ、認識してくれるわけですね。で、なおかつ、これを2回カチカチと押すと、アプリの使用履歴が出てきました。で、ここでですね、まあ、アプリちょっと終了しようかなとかっていうところで、はい、こんな感じで操作していくこともできるわけですね。意外とですね、まあ、純正ではないにしても、ショートカットキーの割り当てがあったりだとか、まあ、電源のオンオフというところで、まあ、バッテリーの節約っていうこともできますしね。まあ、ただ、iPad Air の最新モデルで使っていくときに、このね、ワイヤレスの吸着充電がですね、まあ、今できてないかなっていうところなので、まあ、有線でね、充電を管理していくっていう必要はありますけれどもね。で、何しろですね、まあ、このペンですね、まあ、価格的にかなりリーズナブルです。Apple Pencil って、今 Apple Pencil Pro、これが21,800円ですかね。非常にですね、まあ、高額になっているんですけれども、まあ、この ESR のペンであればですね、3999円ですかね。はい。まあ、このぐらいの金額で買うことができて、まあ、ペンは本当におまけで使うかな、どうかなっていうぐらいの方であればですね、まあ、こちらのアクセサリーで、まあ、全く私は問題ないんじゃないかなというふうに、まあ、思っております。ということで、まあ、書き心地もですね、先ほど見ていただいた通り、ペーパーフィール保護フィルムと合わせで使うとものすごく書きやすいし、まあ、反応もしっかりしてますからね。まあ、このペンをね用意していただくと、まあ、非常にリーズナブルで、まあ、メモを書けたりだとか絵を描いたりっていうところもね活用していけるのではないかなというふうに思います。ということで、こちらも気になった方はですね、概要欄の方にねリンク貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。細Pチャンネル、はい、ということで本日はですね、 iPad Air ですね、まあ、これを買ったらね快適に使うためのアクセサリーというところで、まあ、4選紹介させていただいたところですけれども、いかがだったでしょうかね。まあ、ペンはね特にね私もですね、まあ、ここにいるとついているっていうところで、まあ、ほぼほぼですねやっぱ活用できてなかったので、まあ、こういったですねリーズナブルに揃えられるアクセサリーっていうのは、まあ、魅力がすごいあるのかなというふうにね思いますね。で、まあ、このケースなんかも動画視聴をねメインでね使っていこうかなと思ってますので、そういった方にはね本当にねうってつけのケースなんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで本日の動画は以上で終わりにしたいと思います。この動画役に立った、面白かったと思っていただけたらですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方ねお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。